まず、乾杯しましょうか。うん。はい、乾杯。あー、なー、美味しい。うまい。またやってんね。あれでしょ、歌舞伎町系女子。そう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 。こっから、ちょっとホスト行こっか、みたいなノリを、してみたいね、いつか。いや、なんか言えや。ちょっとよく、さあ、始まりました。少量チャンネル。ショートです。よね、少量です。はーい。というわけで、はい。今回は、以前ツイッターで募集してた質問コーナーに答えていこうと思います。イエーイ。まあ質問コーナーって結構いろんなところでやってて、うんうん、まあ何回もやってるんですけども、うん、なるべく合わさらないように、被らないように、そう、うん、被らないように、うん、と以前の質問は下の概要欄に貼ってますので、うん、そっちをも見てもらえればと思います。はい、はい、じゃあもう早速答えていく。ちょっと食べていい、はい、いいよ。じゃあちょっと質問を探したいと思います。はい、食いたかったんよこれ。美味しいよね、プリングルスのさ、サワークリーム。うん、うん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 。うわ、はい、じゃあ行きましょう。はい、ピッ終了。じゃあこれいこうかな。新居を探すときに最重要視する点は、二人で悠々入れるお風呂、編集に集中できる書斎などなど。なんかある？重要視してるところ、うん、なんだろうな。俺いつも部屋探しをするときは、うん、やっぱりね、お風呂とトイレは別なところがいいかなって思って探す。あの、ユニットではなくてね。うん。うん、それくらいかな。細かく言えばいろいろあるけど、はいはいはい。最重要視してるのはそこかもしれない。うんうんうん。じゃあ俺は、寝室、まずは、で、うん、まあ、ダイニングあって、うん、撮影部屋かな。ああ、撮影部屋は欲しいよね。まあ、そこで撮影したりとか、うん、編集したりとか、まあいろいろできるような場所が欲しいなと思ってて、うんうん、まああとそれぐらいかな。そうね、うん、まあある程度の広さがあって、うん、広すぎなくてもいいしね。うん、うん、そう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 、そこだけね、狭くてもまあ、うんうん、って感じですかね。うん、はい、ひょにょ。じゃあ次行きまーす。はい、はい。私は最近アジアの BL ドラマにハマっているのですが、お二人はアジアの BL ドラマを見たことがありますか？ある？俺ね、なんか YouTube で昔、うん、見たことあるな。あ、ほんと？うん。俺はないよ。あー。そう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 。あんまりさ、そうなのね。そう、わからないからさ、うん。いや、でも確かに YouTube で見た時も、うん、言葉が全部多分タイ語なのかな？はいはい。で、英語の字幕だったから、うんうんうん、ほとんど意味はわかんないんだけど、なんとなくのニュアンスで見てた。あ、こういう展開なんだろうなみたいな。そうだね、ちょっとそこまでいけてないな、うん、なんかあのここがいいっていうのをちょっと教えてもらいたいね。あ、逆にね、うん、そういうところが良くてみたいなやつをちょっと聞かせてもらったら嬉しいなと思います。うん、はい、でもなんか俺が見たやつ面白かった気がする。あ、なんかもうタイトルとか全然覚えてないけど、うんうん、うん、はい、最近よく聞くアーティストは誰？アーティストじゃなくてもよく聞く曲を教えてほしいな。俺ね、最近毎日聞いちゃうのはね、やっぱりね、今チェリマホにめっちゃハマってんじゃん、はいはい、だからオープニングのテーマ、はいはい、ソング、はいはい、ブブ声を YouTube で聞きながら出勤してる。何最近一番聞くの？まあずっと好きなのは、うん、まあ、モーニング娘。とかそういうアイドルなんだけど、思い切り抱いてグッバイ、疲れ切った恋愛にさようなら、二度と終了。まあ聞いてるのは、うん、まあこの季節になるとバックナンバーとかさ、あーとか季節のね、そう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 、あるある、うん、とか、まああとはノーベルブライトっていうね、聞いてます。以上です。ね、ね、はい、あ、じゃあそれつながりで歌手の中で誰が一番かっこいいと思いますか？うん、自分はダントツで福山雅治がかっこいいと思います。かっこいいね。あ、福山さんかっこいいよね。かっこいいですね。歌手でしょ。うん、誰がかっこいいかな。誰かな。俺も福山雅治はかっこいいと思う。うん、うん、誰だろうな。それこそ、その、さっき言ったバックナンバーの人とかは？あ、かっこいいね。結構ね、声に惹かれるからさ、俺。あー、声好き。うん。うん、声ね、誰の声が好き？これ山崎正義さんの好き。え、ちょっと待ってね。なんかさ、そう言われた時さ、うん、いつも多分思いついてんだけどさ、うん、今言われてちょっと思いつかないんだけど、うん、それこそノーベルブライトのボーカルの方の声が好きです。あ、う、あ、ん、声、うん、好き、うんうんうん、かっこいい、うん、って感じかな。うん、はい、はい、続いて、続いて、うん、うん、終了。
めっちゃ美味しいよこれ。おすすめ。なんか最初の方から見てる方とかはこのヘアバンド多分懐かしいなって言ってくれると思うんですけど、うん、僕のキャラクターのコアラいるじゃないですか、うんうん、コアラのキャラクターの上になんかちょこちょこってついてるんで、ね、あ、うんうん、そうついてるね。それがこれ。あそう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 、これなんで、それがついてんだよね。そう、これがついてて、あのハチマキみたいなやつ、ね、あ、そう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 、実はこれです、うん、自分はゲイになってから8年くらい経ちます。その場合はカミングアウトはしない方がいいのですか？ちなみにゲイに目覚めたのは小4からです。小4の時に目覚めて8年ってことは5、6、1、2、3、18、9くらいか。あー、18、9くらいの時別にしたいのかな。しない方がいいですか？まあ僕の意見だからね、うんうんうん、答えから言う、まあ自分の好きなようにって言ったらこの質問にはなんないと思うけど、うんうん、まあそもそも俺らがこういう風な活動してるので、うん、まあ言ってるので、うん、そうね。そうそうそう、うん、だから誰に言うかっていうのも大事だと思うし、そうだね、うん、その言う必要があるかないかっていうのもあると思うし。そうだね、その人に。で、まあどういう反応になるかって言われたらその人が思う反応でしかないと思うから、うん、なので必ずしも分かってくれるっていうわけでは絶対ないと思うし、うんうんうん、なので本当にねこの人を信頼できるとか、うん、そういう人に対して伝えたらいいかなと僕は思います。うんうんうん、あえてカミングアウトする必要はないかなって思う、うんうんうん、必要だったらすればいいと。そうだね、うんうん、思います。はいはい、はい、ひょうにょう次、はい、とお互いの待ち受け画面を見せてください。今ちょっと携帯で撮っててあれなんですけど、あ、そっかそっか、俺は初期設定のままです。俺、うん、はい、りょうは一緒じゃん、初期設定のままです。この質問をくれた方は、うん、ね、お互いの写真とかさ、そういうのを期待しちゃったんだろうな。残念ながら、残念ながら、すいませんが、すいませんすいません。はい、次、はい、YouTube などの動画を見るとりょうちゃんは毛が人並みにあるように見えますが、しょうちゃんは毛がないように見えます。どんなお手入れをしてるんですか？なるほど。だってしょうちゃんに対する質問かな、はい、俺は人並みに、これモザイクかけてるんじゃないの。これこんな感じ。しょうちゃん少ないよね。そうだね。うん。俺は、お手入れはなんかしてる？あれ言ってなかったっけな、まあ、多分言ってるかもしれない。もしかしたら昔。あと僕は脱毛してるので、うんうんうん、あとヒゲもそんなに。そう、ね、まあ生えるんですけど、こんな感じなんですけど。うん、はい。なので、綺麗に整えてはいてて、うん、全身してます。ね。うん。それだけです。うん。はい。あそこも、トゥルンってしてるよね。え？終了。続いて。夜一緒に寝ている時に寝言を聞いたことありますか？寝言、りょうは？寝言あるよ。あ、ほんと？なんて言ってる？なんだったっけな、なんか多分、うん、怖い夢を見てそうな感じのこと言ってた。あー、怖い夢見るんだよね、うん、怖い夢見てうなされてる時よくあるよね。あー、そうだね、うん、うんうんうん、そっかそっかそっか、そういう時は出ちゃうね、声、うん、うん、そういう時俺隣で何してるか知ってる？何？大丈夫よって俺隣に俺いるから大丈夫よって言ってあげてんの、いつも。そしたら、かわいいや、寝てる。なんかね、俺は聞いたことある、俺寝言。あのね、毎日。え、毎日毎日。俺ね、毎日寝言言ってんの。言ってる。何言ってんの。え、ちょっと仕事に関わるからそれはあんま言えないんだけど、仕事のこと。あ、本当に本当に言ってる言ってる。怖っ。そうそうそう、怖っ。なんとかできたとか。そんなこと言ってんの。言ってる、毎日言ってるね。全然知らない。そうそうそう、そんなもんかな。うん、全然知らなかった。ほんと、なんか初めて聞いた。マジか。うん、これそんなんだね。うん、ちょっと待って。次、はい、ひょうにょう質問。はい、フレンチキス、ディープキス、どっちが好きですか？そんな質問あります？ないよ。あ、ないんか。うん、ない方、ないない、ないよな。うんうん、フレンチキスとディープキスどっちが好き？どっちも好き。俺も翔太とのキスだったらどっちでもいいかな。ありがとう。終了。じゃあちょっと戻って、うん、はい、しゅうちゃんとるーちゃんは何でも話したりしますか、うん、例えば昔のこととかお二人の出会うこととか気にしたりしますか、うん、っていう質問なんですけども、うん、気にする？いや、気にしない。俺も気にしない。気にしないし、結構喋るくない、うん、昔の話、うん、で、まあ喋ったところで興味はない、うん、興味ないくて。そうね、気にもしないので僕は気にしないです、うん、俺もそんなに興味ないかもしれない、その昔のことに関しては、うん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 、今じゃないし
しね。そう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 。はい。って感じです。うん。でもまあ気にする人は気にするよね。そう。なんもなくないだって別に。うん。何もないからかもしれない。なんかそれで未だにさ、なんか連絡取ってたりとかさ、はい、なんか仲いいとかだったらちょっと、って思っちゃうかもしれないけど。まあまあ、だって翔ちゃん前も言ってたけどさ、もう全然連絡取れなくなるとか言ってたり。そうそうそう。そうそうなのよ。それちょっと原因あると思う。うん、人自分に。やっぱ相手が煮え切れてないんだと思うんだけど。ああ、うん、なるほどね。ちょっと決めてよ。おー。何この特技発表会今。ひょうにょう。あ、質問質問。質問なかったやつを質問。はい、どうぞ。はい。はい。最近、はい、目元が、うん、町田啓太さんに似てるって言われてますけど、個人的に自分ではどう思いますか、はいはい、率直な感想を教えてもらっていいですか。やだー。で、それでさ、めっちゃ低評価をされるのやだ。やだよー。高評価を押してください。あ、じゃあ似てるって思った方は、高評価お願いします。いくよ。うん。何の拍手敵に回したくないんで、誰も。あ、まあそうね。はい、はい。ノーコメントで、まあ、コメント欄で賑わってください。それで、はい、というわけで、はい、今回の動画、ここまでにしたいと思います。気に入っていただければ、チャンネル登録と、高評価のボタン、お願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。